14年式 10cm 高射砲は1925年に正式化された日本陸軍の高射砲。主に要塞や都市の防空を目的とする重降射砲で約70門が生産、使用された。11年式 7cm 半野戦降射砲は野戦防空に必要最小限の性能しか持っていなかったため、幼稚防空にはいだかが不足することが予測された。このため、 射撃装置などの基本的な構造は同じにして、光景を 105mm に拡大したのが14年式 10cm 降射砲である。開発着手は11年式 7cm 半、野戦降射砲と同時で、同砲が38式野砲を基礎としたように本砲も7年式 10cm 可能砲を基礎として研究された。しかし、大光景に伴う、 各種問題のため開発は難航し、施政法の完成はずっと遅れて1924年となった。同年、陸軍野戦砲兵学校に委託して実用試験が実施され、また高高度射撃に必須の機械式次元新刊も同年11月に完成、1925年には正式制定された。正式名称に野戦の文言がないことからもわかるように、 用地防空用の陣地降車法であるが、これは11年式や先降車法が2トンだったのに、対し14年式は5トンと重量が格段に重くなってしまっているために移動手段が限定されてしまっていたためである。放油化自体は固定式ではなく運搬手段さえ確保できれば、野戦展開も可能で、重火用の5トン、ホルト牽引車で移動でき、 縁ちてとも30分以内に完了できた。イダカ初速は11年式7センチメートル半、野戦降車法よりも大幅に向上したものの、後径の拡大に伴い弾薬が重くなってしまった。このため、1分間1から2発程度と降車法としては、発射速度が遅くなってしまっている。これは実用上最小限ギリギリであり、 発射速度を向上させるため1928年から自動装填装置の研究を開始し、試行錯誤の末1936年に完成させた。この装置は自動装填装置というよりは装填補助装置という程度の簡単なものであるが、それなりに有効で最大発射速度は1分間2から3発にまで向上した。 制定後は貴重な重工舎法として本土を出ることはなかった。本土防空船を戦う頃には、さらに優れた三式 12cm 降射砲の実用化により、主に西部降射砲集団の降射砲、第133連隊及び降射砲、第134連隊に配備され、北九州、特に八幡製鉄所の防空に使用された。 一部が1933年の臨時走行列車や、1934年の94式走行列車の手法として搭載され、満州や中国大陸で活躍した。ありがとうございます。